おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。小松さん、かわいい、ありがとうございます。たまきさん、旗、ありがとうございます。この配信はナンバー新しい夜明け大作戦です。うん、そうだね。テロップ入れてます。話、テロップがさ、ローマ字のパソコン打ちに打ちにくくて時間かかるんですよ。 OK、 おはようございます。いってらっしゃい、行ってきます。いってらっしゃい、しじまるさん、レインボースター、ありがとうございます。ブヒヤマンブヒヨさん、青だるま、ありがとうございます。はい、この配信はナンバー新しい野球大作戦の朝担当ということで、あ、次の担当決まってないよな、うん、どうすんのやろ、まだ決まってない。昨日も決まってなかったから、いいんだ。そう、昨日今日はそう、パッパッと急遽することだったんですけど、今の今日からの新しいターンはテーマは子どもの頃の話ということでね、まあ、朝ごはん食べながら子どもの話と、ちょっと長めにして、あと朝日新聞さんのね、皆さん見てくださいましたか？あ、読んだよ、ありがとうございます。そう、朝一から読んでくださってありがとうございます。そう、朝刊、朝日新聞の朝刊、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。と、デジタル版はいつもお昼ぐらいに配信されてるような気がする。子供の頃といってもまだ子供やって思ってしまう。通勤中、朝パパも同じこと言ってました。そうだよね、アミタンとか特に。うん、デジタルバッチ、ありがとうございます。なんかね、ちょっと調べてみたら、なんか関西じゃない方もバックナンバーで、関西の今日の朝日新聞をバックナンバーでなんか取り寄せれるみたいなのをちょっとちらっと見たから、そう、なんかもしかしたら関西じゃない方も関東の今日の朝日新聞長官の本当の紙面をなんかゲットできるかも分かんない。なんかちょっとちらっと見た。サイン、そう、クイズをね、クイズに正解すると私のサイン入り色紙をゲットできるクイズもあるので。お、そうなんですね、ちょうど紙面ビューは、そうなんだ。そう、クイズもあるので、ぜひクイズに参加して正解してみてください。え、ショールーム開けたもん。3時42分に姉の通知が来たって言ってるよ。ん、3時、あれ、誰かと間違ってません？まずつかな、3時。でもあれだよね、できなくなってるんですよ。そもそも配信開始すらできなくなっちゃってる。3時じゃない。お、どうでしたか、ヒーヒーの生誕。おはようグルト、ありがとうございます。こちら、そう、朝日新聞の朝刊、ぜひゲットしてくださいね。クイズもありますので。うん、中本さん当てたことあるんですね。いやいや、きっと当たると思いますよ。お、当たりました、おめでとうございます。ヒーヒー生誕。うん、当選した、おめでとうございます。ありがとうございます。なんかこれデニッシュパン、読んでみてどうですか、甘い。うん、お邪魔します。おー、今度こそ
ありがとうございます。お、当選おいっぱいいる。よしみろマンス堂、そう、21時かな、きっと。多分21時によしみろマンス堂が出ますので、ぜひ。あ、やばい、あ、水弾いた。お茶こぼしてるやん。お茶こぼしました。あらららら、重たかったからタオルで。よいしょ。髪の毛つくよ。うん、久しぶりちょっと一旦切った方がいいかな。なんで？これ抜けて、はい、下が濡れちゃってるから。こっちはティッシュですか。前もこぼしとったけど気付けてよ。こぼしたっけ。お味噌汁をかけられましたけど。あ、だいぶ前、配信ね。以上。パソコンとか壊れるかな。うん。良くなりました。いや、大丈夫。よいしょ。びしょびしょ。出ません。ハートありがとうございます。僕じいさん。バラもありがとうございます。平八さん、レインボースターありがとうございます。高秀さん、ダルバありがとうございます。紙バケツ、うん、汚い。はいね。あ、声当たった、ありがとうございます。お気をつけてお越しください。あ、そうなんや、届いたら思いっきりそうなんやそれは分かれへんな、びっくりするわ。記者さんの名前出てくるのやったらびっくりするね。そう、クイズに応募でサイン色紙も当たりますので、よければぜひ。うん、そう、好きな季節、そう、好きな季節について小論文書きました。あ、ツイッターに動画も上げていただきたんですが、好きな季節について小論文書きました。お、今ゲットした、ありがとうございます。ありがとうございます。コバトンさん、ハートありがとうございます。そう、本題の子供の頃の話をしなきゃいけないんですけども、子供の頃はよしみん年表、子供の頃は2007年10月18日生まれです。はい2000、あ、動画のよしみに風邪ひいてた頃に取材していただいたからめっちゃ鼻声なんですけど、今は全然復活しましたので大丈夫です。え、うん、大丈夫です、ありがとうございます。お茶入りましたね。で、なんだっけ、2007年10月18日生まれで、1歳の頃歩き始めました。子供の頃は小さい頃から塾に行ってて、一
一番長い習い事はピアノよりも塾です。あ、もう今は違うかな、どうだろう。塾だね、塾の方が長いわ。ピアノをやめてからも塾行ってたから。塾が塾っていうか、なんか幼児教育とかを含めると12年。同じ塾じゃない、全然してますけど。なんか小学校受験塾、中学校受験塾みたいな。そう、高校受験塾みたいな。いや、なんかもう途中から何かと何かを掛け持ちすることばっかりで。それ姉が言うんだよ。忙しかったよね。で、その後ピアノを習い始めました。4歳の時ピアノを習い始めました。で、最初は普通にお友達のママの友達の先生にちゃんちゃんと教えてもらってたんですけど、ピアノをちゃんとやるようになって人生も変わって、めっちゃ小学校の夏休みは全部コンクールに費やすぐらい、そう、本当に夏休みは全部コンクールに費やすぐらいコンクール頑張ってました。そうなのよ。アイボイさん、ありがとうございます。タクチャンマンさん、リンボースター、ありがとうございます。キングキャメロンさん、だるま、ありがとうございます。コバトンさん、ハートありがとうございます。そうね、物心つく前から塾っていうか、なんか幼児教室みたいなところ、ピアニストっていうか音大音高に行きたいなと思って、小学校の頃はずっとやってました。あのコンクールに向けて。そう、周りの人がみんなそうやったからおかしいっていうことにあんまり気づいてなかったけど、よくよく考えたらおかしいよね。何が？おかしいっていうか、ちょっと変わった。何が？いや、鉛筆を握る前から勉強みたいなことをしてたかな。でも周りがみんなそうだったかな、結構。だからピアノもなんか周りの人がみんなやってた、その環境に。確かにピアノやってる人多かったね。うん、塾12年も行ってたんだ。でも NNB に入る前まで行ってました。で、まあ、ちなみに今年も行くつもりなんですけど。ピアノは10年です。4歳から14歳まで。今は習ってないですけど、習ってました。で、ずっともうピアノについかけてた時はめっちゃピアノだけでめっちゃ忙しくて、朝から晩まで一日中ピアノの教室にいたりとか、毎日ピアノ行ってましたね。そう、なんか週に1回レッスンっていうのが普通だと思うんですけど、そんなじゃなくて毎日みたいな毎日塾行ってました。ピアノ？ん？ピアノ先生がすごいよね、うん、先生がすごいんですよ。365日のうち360日教室開けてるんですよね。そう、あれ、なんか出張とか結構著名な先生で、あのいろんなところの講演とか行かれる以外は必ず教室は開けてるんですよ。朝、もう朝の6時ぐらいから夜中の12時。そうで、朝1から夜までずっといましたね、ピアノ教室に。なんかちょっと公園行ってリフレッシュしてきなさいみたいに言われて、なんか入ったら、ちょっと今日はちょっと顔が違うみたいな、今日はちょっとピアノの顔してないみたいな言われて、おはようございますって帰りなさいみたいなそんな愛のあるだけどスパルタ先生でしたね。先生すごいと思う。でもそういうのがあるから多分今続けられてるのはあるかもね、根性教育。
他の習い事は結構やったよね。いや結構本当に別になんかあのピアノとか塾ほどは続けてないけど、なんだろう、バレエとかね、クラシックバレエ、クラシックバレエは幼稚園年長ぐらいまで、年長の途中ぐらいまで習ってました。ピアノの顔しか知らない。ピアノの顔が誰かかだけ、なんかやる気が入ってないみたいな、帰りなさいみたいな、来た瞬間みたいな、でちょっとカラオケ行ってリフレッシュしてもう一回戻って教えてもらうみたいなね、そんなのを毎日やってました。でもきっとアミタンもそれぐらい厳しいんだよね。ね、それぐらいなんだよね。クラシックバレエとかじったものだと、クラシックバレエと習字と水泳とスキー、あの絵画教室、絵画教室も行ったし、ダンスもちょいって行ったし、体操とかやったっけ、やった体操、あいたね、体操もちょびっとかじってました。絵画教室も行きました。だけど今絵下手。英語もなんかやったよ。そうだっけ、うん、違う違う、全然安い月謝のとこを探して、本当にそれは金持ちじゃないです。ちっちゃいね、なんか本当に広告の隅みたいに書いてるやつとか、本当にそれこそこの前言ってたミクシーみたいなんで、ママ友さん同士で情報を収集して、ママ友さんが多かったから、なんか習い事もいろんな情報があって多かったのかな。なんか住んでたところが4歳になったら女の子はバレエとピアノを習うみたいな環境やってん、ね、宝塚に住んでてね、今も住んでませんけど、周りになんかそろばんとか習字教室ぐらいに水泳みたいな感じの感覚だよね、バレエは。で、なんか1個にしましょうみたいな、1個か2つにしましょうみたいになった時に、何にしようってなって、うん、ピアノになったんです。そう、ちょっとクラシックバレエは目が出ないかなって思って、まあ、目には悪いけど。クラシックバレエ続けてもよかったけど、クラシックバレエではちょっと目が出ないかなって思ったんで、ピアノにしました。ピアノと塾、ね、うん、目が出そうなもん。目が出ない。そうそう、クラシックバレエはクラシックバレエでさ、なかなか独特だしね。そう、行かないといけないし、めっちゃ自分ナルシストじゃないとダメなんですよね、クラシックの人。うん、鏡見て、まあ、アイドルもそんなもんだけどね。そう、だから多分ちっちゃい時のこと知ってる人が、あれにアイドルとか言ってるとは信じられないと思う。浦部さん、タオルブンブン、ありがとうございます。で、ピアノを一番忙しかったのは小学3年生ぐらいからかな、小学3年生から小6ぐらいかな、一番忙しかったのは。小6はでも受験があるからって言ってあんまりピアノは行ってなかったよね。コンクールも小6は受けてない気がする。受けてないよね。そう、小6は受験があるからって言って、やっぱ夏休みそんなコンクールにかけてられないので、受験はね、だから小6は受けなかったけど、小5までは毎年同じコンクール受けて賞もいただいたりとかしてめっちゃ頑張ってました。なんか忙しすぎて記憶がないんだよね。そうそう、ほとんどないね。記憶がない。そうです、先生の顔とかぼんやりしてる。いや、覚えてるよ、さすがに。ロマンス堂先生だよ。ママ曰く、ロマンス堂はめっちゃその先生に似てる、
似てるんだって、知らぬ間に。全然意識しなかったんだけどさ。学校読むくらいに。そうなの。浦上さん、かわいい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 、ありがとうございます。そう、無意識に似ちゃったのよ。そうそうそう、あんた弾いてみなさいっていつも言われてたやん。そう、一音で違うみたいな、どう違うみたいな、そんな感じだったじゃん。どう違うみたいな、違うよみたいな、そんな感じ。一音で、でもその先生すごい先生で、もう本当に有名な先生で、もういろんな数々のすごい方を輩出してる方なんでね、すごい方なんですけど、多分行くとこ間違えたんだよね。何が？いやだからみんな明日の、あ、あやみちゃんおはよう、どこ、あ、おはよう、あやみちゃん、ありがとう。ピアノでいうオリンピックを目指してる子供たちと親御さんが集まるところに、ただ全然私全然一般人の、そう、ない。ほとんどお母さんがピアノ教室やってる、ピアノの先生の親子みたいな、ね、誰かの紹介の紹介の紹介みたいなとこに、なんか縁があって入れていただいて、うん、ちょっとなんかフラッと来たみたいな感じで、心意気が違ったんだよ。その先生のところに週何回も何時間もかけて来てる人とか見たんですよ、有名だから。でも週に交わればっていうので、その気になってくるんです、その気にさせてくれるんですよ先生で。コンクール受けてたって、そうそうそう、わーって弾いて。コンクールはでもその年齢よりもちょっと簡単な曲が多いので、難しい曲をやってたわけじゃないけど、でももうずっと本当に一音に1時間ちょいかけるぐらいやってましたね。でコンクール前はあのホールを借りて自分で練習して、先生もわざわざ来てくださってみたいなしてたよね。そういえば夜のメンバー決まってないんですよまだ。今日急遽決まったからさ、夜決まってないんですよね。懐かしい、懐かしいね。本当ロマンス堂見てほしいね。なんておっしゃるかな、違うって言うんじゃない、違うっていうか。いや、いっぱいたくさん有名な先生にお世話になったんですけど、そうそうそう。で、あのなんか単発でもうさらに有名な先生に大阪まで習いに行ったりしてたんですよね。その先生もここに指輪5つぐらいつけてる先生なんですよ。そう、ゴツゴツしたんで背中叩く人に語弊があるから、それちょっと。でもその印象残ってる先生は、例えば今6時とか7時に先生今からちょっとピアノワンフレーズ聴いてくださいって連絡してもいいわよって言って車走らせて行ったら、もう完璧になんか顔とか仕上げて、あのロマンス堂のソファーみたいなところでいらっしゃいみたいな感じでいたことがすごいよね。ソファー、本当にリアルでソファーなんですよ、ピアノとソファーみたいな。でもその後は中学校受かった後はまた先生違う、そのコンクールとかあんまり受けなくて普通に弾く教室に変わったから、でもそこであのコンセルトをねやらせてもらったりとかしたんですけど、でその後は自分で配信で楽しくって感じ。これがピアノ遍歴。アールグレイとカステラはなかったけど、いや、お弟子安いんですよ、活動のやつ。本当に今思ったら、ね、毎日毎日本当に1ヶ月28日ぐらいいてたんですよ教室。コンクールの期間は追加料金とかなく、いや追加料金はあるけど、あるけど、でもそこでいろんなお友達もできてね、楽しかったですけど。
たまたま同じ学校に通ってた子もそこのピアノ習ってて、一緒にねコンクールたくさん受けたりとかしてたんですよ。そう、ピアノの伴奏も小学校と中学校の時、高校になってから1回目まだやってないけど、小学校と中学校の頃はピアノの伴奏をしょっちゅう、中学校もそんなにやってない、なんかそもそも中学校もなかったからさあんまりやってないけど、小学校の時はしょっちゅうなんか 3,4 回やりましたね、ピアノの伴奏。あとあのなんだっけ、歓迎会の初めの言葉も読んだことある1年生の皆さん、ご入学おめでとうございますみたいなやったことありますそう、いろんな師範に、そうそう、なんか何かと何かをいつも掛け持ちしてて、実はゴールデンウィークも夏休みも遊びほうけたことがもしかしてないかもしれない、うん、中学もまるまるコロナでしたね、うん、なんか別に私がやらせたわけじゃないですよ、本人がやりたい本人が、吉見家では本人がこれやりたいって言ったことは絶対なんですよね。習字は2年生まで、小学校2年生ぐらい、3年ぐらい、なんかでも1年も経たないぐらいで、あの、なくなっちゃったけど習字教室が。でもあれです、日本習字のあれです、準一段だっけ、忘れちゃったけど一段だったかな、一段持ってるんですよ。もう今となってはあれなんですけどえ、そうなの、テレビで流れてんだ公演の映像、あれかな、卒業発表されたから。あ、そうなんだ、テレビのニュースに載ってるんだ。あら、そうね、今は高校と NNB を掛け持ちしてますね。そうだね、常にそうだね。先生ってやったことあんねや、いいね、先生かっこいい。お母さん、へえ、そうなんや、知らなかった、見たかった。無理やり習字習字言ったら落ち着く感じなのかなうん、そうか、私が柔道やりたいって言ったら柔道やってたと思いますね。いや、サッカーやりたいって言った時にも連れて行きましたもん。え、サッカーと思ったんですけど、えと思ったら1回でやめてましたね。ちょっとサッカーは嫌かな。習字、なんだ、あとピアノと習字と水泳は、水泳は、うん、あの小学校の時めっちゃ厳しかったから、もうクロール25メートル何秒だっけ、何秒で泳ぎなさいみたいな決められてて、何秒で泳ぎなさいって言われて、平泳ぎも。だからもうその時5メートル泳げなかったからさ、やばいと思って習いに来ましたぐらい、そんなあったっけ。平泳ぎが35秒でクロールが21秒とか、秒かな。え、そんなことある、え、早すぎない、それ選手じゃないの。いや、選手もっと早いか、うん、あ、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、行ってらっしゃい。その話も面白いよね。え、なんだったっけ名前、水泳の先生、よっちゃん、そう、よっちゃんっていう先生に習ってたんですよ。ちょっとかなりエクスペンシブなマンツーマンの先生。25メートル、25メートルで25メートル、フリーじゃないですよ、クロール、
でも友達クロール25メートル13秒とか13秒だったの。よっちゃんっていう水泳のね、なんかすごい先生をまた私はネットで引っ張ってきてワンツーマンでね、水泳のところで待ち合わせして。めっちゃ高いんですよそこは。ね、そこは高かったらし い, らしい。清水の舞台から飛び降りる気持ちで。でもそのおかげでまだ泳げるようになったからね。なんか一回習ったらよっちゃん一緒やん。なんか100メートルぐらい。イカじゃないよ。でも泳げるようになったしね。泳げるようになったよな。そう。レッスンに通う、毎日通うことは全然苦じゃなかったですね。こうな慣れてるじゃないけど、別に毎日レッスンに通うことが今までやってこなかったわけじゃないからそんなに苦じゃなかったけど、学校が大変だったぐらいで。全然苦じゃなかったです。楽しい楽しいしかなかった水泳の意味から教わった。そうだっけ。あ、やばいやばいやばい。うん、納豆が。誰かを助けるために習うんだみたいな。そんなん言ってたっけ。覚えてないわ。だから例えばあやねが泳げるようになれば、お父さんやお母さんやおじいちゃんが万が一何か水難の事故にあった時に、君は助けることができるんだみたいな。そこから始まる。え、ちょっと待ってと思って。半日先生に来てもらって運万円なのに、その話でもだいぶ飛んでるんだけどと思ったんだけどそこからなんか結構ワイメの気持ちも変わっていったかな。なんか息の吸い方から教えてもらった記憶はあるなんか息の吸い方から吐き方みたいな。しょうちゃん、水色だるまありがとうございます。ありがとうございます。でも結構遊んでたけどね。なんか遊んでた気がするよ結構、ね、なんか効率よく旅行に行くとかね。旅行はほとんど行ってないね。友達と一緒に旅行に行くとか泊まりに来てました。泊まり込みで勉強するみたいな。そんなしたっけ。してるしよね。したっけ。空手をやらされたけど嫌だった。そうなんや空手とかかっこいいよね。でも一瞬ちょっと憧れてたけど痛そうだったから柔道も空手も。だるまありがとうございます。大和さん、はい、ココナッツありがとうございます。みんなプールとか行ったら帰りは必ず塾だからな。ね、みんなもなかなかハードな生活を送ってた ね。小和藤さん、だるまありがとうございます。農作業農作業も入ってる、ちゃっかりあーでもみんながよくやるようなそろばんとかは習ったことないんですよね。逆にそろばん習ったことないんですよ。結構ほとんどの人が習ってたんですけど、友達将棋とかも。将棋は男子だけど将棋も将棋行ったわよね。行った将棋行った行った思い出した。将棋も習ったわ。将棋も習ってたらしいよ今となっては全然ルール分かんないんだけど。でも友達もめっちゃ将棋習ってる人多かったんですよね。それな、小学校受験とかで出てくんねん。小学校、小学校入ってからだよ。あ、その流れでずっと習ってる、ね、あ、なるほど。なんかあの小学生って50音が読めない書けないっていう前提で問題が出るんですよね。そしたらなんか馬跳びで進んでいくとか、違う、桂馬跳びで石を動かせとか、そういうのが出てくるんだよな。だからあの習わせるんだね。習うならソロバンやったなって思うね。ソロバンは結構便利そうですよね。暗算得意になりそう二人っ子？何それ二人っ子って。 NHK のドラマです。朝ドラ。へえ。将棋、将棋はおもろいねクモンは行ってないね。クモン行ったことない。
柔道やりたいって言ったら近くでやってないから管理剣道結構違うね。まあ大体似てるけど痛さ違いそうね柔道の方が痛いかどうなんだろう。ソロバンガチ勢そうなんや。へえ、ソロバンにも何なんとかあるのかな。それはないのかな。あるある。あるんだ。ソロバンいいけどさ、今すごいいい電卓があるからね。電卓っていうか、まあエクセルとかあるしね。麻雀できない着付けは習ってないです。自分で YouTube 見ながら見よう見まねでやりました。お仕事行ってらっしゃい。うーん、剣道やりたかった。私も中学の授業で剣道ありましたよ。ちょびっとだけ 2,3 ヶ月剣道やってました。授業でね、痛かったんだ。私あんま痛くなかったもん。そんな本格的にやってないからかもだけど、寒かった記憶ですけど、なんか2月とかの真冬になんか剣道裸足じゃないですか。だからめっちゃ冷たい床に、真冬のね床がめっちゃ冷たいところで裸足で やってたから、寒いしか記憶が寒い。反抗期は、ね、それなりにありますよね。剣玉を教わってないです剣玉教室とかあるんかな。あったら行ってみたいけど、あるんかな。なんか空手は嫌やって言ってたよな。うん、なん、うん、私はとパパは運動をもっとさせたかったんですけど、な、運動の習い事あんまりやってないよね。そう、比重としてね、うん、体操と水泳としかやってないよ。スキー、うん、テニスを習ってる人多いんですけど、友達にテニスもほとんどやったことないんですよね。バドミントンも部活も入ってないし。そうそう、ダンスはちょっとね、あの応援があって先生に教えてもらいました。おはようございます。ありがとうございます。レッツスタディ今読んだ、ありがとうございます。朝日新聞さんの今日の朝刊にね、私の小論文とインタビューしていただいたやつが載ってますので、ぜひ朝日新聞さんゲットしてくださると嬉しいです。あとデジタル版は多分今日のお昼ぐらいに配信されるかと思うので、ぜひデジタル版のチェックもよろしくお願いします。うーん、100人一首もできる人いるけど100人一首も分かんないんですよね。覚えてないんですよ。覚えてる人多いですよね。友達も覚えてる人多いけど覚えてないんですよ100人一首の本は買ったんですよ。覚えようと思って買ったけど覚えれなかった。うん、あれね、もうちっちゃい時ってでも変わってたわ。今思ったら変わってた。なんで、うん、本とかも結構本も好きやったけど、みんながなんか本当に好きな腹ペコアオムシ系とか、もう本当にそのそういう感じの本よりは図鑑とか、図鑑とか読んでたっけ。あれ出た、なんとかの不思議とか、そういうのを持って帰ってた、重いのに幼稚園から。うん、そうだっけ、うん、そうなんや、うん、
コキ嫁さんとか。それは好きなやつ。わらしべ長者とかね。ちょっと癖があったよね、あれは確かに。ちょっと幼稚園の先生マークされてたと思いますね。別の意味で。レインボースターボイスありがとうございます。ねえ、そうなんや。ジオンさん得意なんや。へえ、すごい。できひんな、100人一周。お、プレゼント申し込みします。わあ、ありがとうございます。ぜひ、ありますので、プレゼント応募、お待ちしてます。小説はどんなの？最近あんまり読んでないけど、恋愛系がでも大好きですね、私。小説はあとミステリー系。あれ見に行ったよね、あの僕たちは何だったっけ、どう生きるか、君たちはどう生きるか、君たちはどう生きるか、あれ小学校の時流行ってね。うん、小学校の時本読んだんですよ、君たちはどう生きるかの。独特なのかね。それパパに似たよね、性格がパパに似てるよね。そう変わってるわ。落語好きそうですか？好きになりそうか。落語あんまり聞いたことないな、1回ぐらいしか聞いたことない。面白いなと思いつつ、詳しくはさ、なんかあんまり勉強したことないかも。ドローン習いたい。ドローン習えるんだ。習えるの？自分で勝手にする系かと思ってた。ドローン習えるんだ。まあ、習わないといけないのかな。操作はさ、ミスってポーンとかパーンとか言っちゃったらダメもんね。作ったりすること、そう、作ったりするの好きだったんです。あの、ラキュー、ラキューとかで。ラキュー？ラキューとかそういうちっちゃいのを自分でちまちま一人でこう黙々とやって作物を作るとかめっちゃ好きだったんですよね。そう、今も大好きだけど、動画編集とかも細かいのを黙々とちまちまやるのが好きなんですよ、昔から。レゴやらなかったけど好きかもね。そう、実験も好き。そう、黙々とちっちゃい作業をするのが好きだったんですよ。好きなチビヨチミです。あ、そうなんだ、ライセンスがいるんだ。習わなきゃだね、それは。めっちゃ人見知りやったわ昔から。そうなんや、うん、あのそう、プラモデル作りたいと本当に思ってるんですよ。昔から本当真剣にこれ買おうかなみたいな思ってたんですけど、買ってないですよね、まだ。買ってないんですよ。キティちゃんのマイ、あのプラモデルやりたい。マイクラ、そう、マイクラハマりそうって私は思ってるんですよ。あつ森もマイクラもさ、マイクラの方があれだけちまちましてるけど、ちっちゃい作業じゃないですか。やっちゃったらハマりそうだなって思ってるんですよね。そう、パズルも好き。パズルとか好き。そうそうそう、ガンプラ。そうそう、私キャドが向いてると思いますね。確かにキャド。何それ、キャドはいけると思います、ね、キャブと違うの？ん、あの無料でもできるから使ったり、ね、設計するやつ、設計するとパパが好き。プラモデル好き。あ、そうなんだ。
まあ、ルームソードが充実楽しい、ありがとうございます。50体以上持ってる、すごい。ガンダムはでも詳しくないからさ、ガンプラ詳しくない、誰か分かんないけど、ガンダムとかいいかもしれないけど。そう、作りたいんだよね、プラモデル。まずは簡単なやつからね。量産型リコってあれですか、ヨダちゃんのやつかな。青いボイさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ジオンさんも作ってたんや。そうなんや。そうなんや。作り、はい。3D プリンターなんや。あ、3D プリンターないかな。あー、展開図、なるほどね。展開図。ミニシクって何だろう。シク、ミニシク、ミニ四駆、うん、何だろう、ミニ四駆。ちっちゃい、こう動かすとウィーンってウィーン。わかんない。ウィーンですよ。あ、見れる、そうなんや。四駆、何四駆って、ミニ四駆って何だろう。ミニオン。ミニ四駆。ウィーン。ウィーンじゃ分かんない。ね、何ウィーンって。なんていう説明したらいいのかな。結構距離出ますよ。ああ、四輪駆動、四輪駆動って読むのかな。そう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 。モーターで走る車のおもちゃ。ああ、ミニカーとかのやつってことかな。ちょっと違うけど。ああ、違う、なんていうっけあれ、男子が好きなやつ。なんだっけ、なんていうっけ、ラジコンみたいなやつ。あ、レースする、へー、ウィーンって。あ、なるほど。そうなんや、レースすんねや、ウィーンって。ラジコンみたいな感じなのかな。4WD。 車もあるじゃん、普通に四駆自動車。知らない。ウィーン。あ、ウィーン。プラモ作る、パーツオベだね。パーツオベでちっちゃいのがいいんだ、楽しそう。雪とか山とか、昔うち四駆やってん、車パパが好きで。フォレスター、そうそうそう。で、なんかママがちょっと潰して、潰したとボコボコになっちゃって、最後緑色の液体を吐きながら。そうそうそう、燃焼か、それぐらいに緑色の液体吐きながら壊れちゃったんですよね。なぜだか覚えてるもん、めっちゃ。あ、ミニ四駆勝手に走るんだ。へえ、そうなんや。多分ね、ラジエーターが漏れてたと思いますね。前から緑の液体、何かにつけましたね。あの駐車場のめちゃめちゃ鉄の、漫画もあるんだ、ゴミ箱でも、鉄のゴミ箱も無傷で、うちの車も無傷に見えてたけど、多分中が割れてたけど、なんかあの人にぶつけたとかじゃないんですよ。いや、駐車場の人が、いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよって言ってくれはってんけど、後々うちの車が破れてたんで、ラジエーター10万コース、そうなんや。車
車買い替えました買い替えました。でもなんかあれで、そういえば小学校の時も中学校の時も茶道の授業があったから茶道もちょっとかじってましたね。華道もなんか授業が年に月に何回かあったんですよ。茶道でも茶道幼稚園も小学校も中学校もあったから結構やってたかもね。美味しいお菓子のこうやってこうやってここがここがわかんないよもうこんなんこんなんしてこんなんしてみたいな。あ、本物もあるんだ。ミニ四駆自動車、四人駆動、一般の、ああそっかそっか、それがホリスターと話してたね。ダイヤモンドアート、なんだろう、ダイヤモンドアート。ドロップ変えたよ。あれかな、あのこれポツポツって乗せるやつかな。ダイヤモンドアートってなんだろう。ダイヤモンド、初めて見たけど、何これ。ああ知ってたわ、知ってた。あれですよね、これ1って書いてたらこの色、2って書いてたらこの色っていう感じで、なんかこういうのをポツ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 ペタペタ乗せていくやつですよね。最近は100均でも売ってるらしい。なんか ASMR で見たことある。昨日は茶道、そう昨日は茶道してきました。あのサウナの茶道そう、茶道の授業はお菓子食べれるからね。そうだから茶道部入ろうか迷ったんですけど、お菓子食べたいからちょっとやめました。ね、ダイヤモンドアートも楽しそうですよね。私も気になってたんですよ、その ASMR の動画見て、うわめっちゃ楽しそうみたいな、絶対私ハマるだろうなみたいな思ったんですよ。楽しそう。いや本当はいいよねこれ。なんかちっちゃい時の写真でちょうど後ろとかにあるけど、ね、お仕事行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。これはよしみ何歳？それは奥井染め、何だったっけ、あの最初のお祝いの時。あ、じゃあ1歳にもなってないってこと？それは0歳ですね。100日だったかな、なんかよしみん0歳。ユシミン0歳面白い、どこ向いてんのみたいなね。面影ある？鼻とか変わってないよね。いや、ほんと変わってないね。鼻変わってないけど。変わってないよ。上のなんか七五三のやつも全然変わってないよね。これ劇場に飾ってただるま持って帰っていいってことだったので昨日持って帰ってきました。劇場に飾ってただるま、そうもうだるまのね、転売じゃないわなんだっけ、展示が終わっちゃったみたいですね。完全にもうないらしい。悲しいけど、これが劇場に飾ってただるまです。
あ、撮ってきた。ありがとうございます、写真。間違えた、転売。ダメですよ、転売。ダメだよ。美人なのか、黒目がそのまま、黒目神道、神道って何、神道神道って何だろう。褒めてくれてる。あ、そうなの、昇格したらここに目入れようかな。ここに。あ、撮ってきてくださったんですね。ありがとうございます、写真。うん、シャドーボックス、ドラクエもあるんだ。昨日はさ、そういえばドラクエで思い出したんですけど、昨日ママとね、モバメに帰ったけど温泉行ったんですけどね、あの温泉にさ、ドラクエのバブルスライムとかのなんか置物売ってて、わ、ドラクエ、ドラクエ、ドラクエとか言ってさ、私がやりたいやりたいってやったんですけど、取れなくって200円費やしちゃいました。アイス1個買えたんですけど、それでみたいな。200円費やしちゃった。そう、こうして消えていくのかって思いながら。シャドーボックスってなんだろう。え、何これ、どうやってやるのこれ。何これ、どうやってやるんだろう。あ、キットとか売ってる、赤いバラ。何これ、浮いてる、浮き出てくる感じなのかな。浮いてる、うん、会社行ってらっしゃい、頑張ってね。あ、写真撮っておきました。わー、ありがとうございます。そう、ぜひ見てください。だるま、もう終わっちゃったけど。なんだろう、このシャドーボックス、浮いてる感じがするけど、ニュって。あ、そうなんだ、笹も終わったんだ。あ、朝日新聞買った、ありがとうございます。わざわざありがとうございます。そう、朝日新聞さん、あ、これ見せたらダメだったな、ダメか。うん、そう、私も今日ママが買ってきてくれたんですけど、朝日新聞。あとで自分で買っといて。うん、自転車で買いに行くわ。シャドーボクシングかと思った。違ったわ。違うよ。あ、おはよう。おはよう。そう、地方版っていうか、あの関西版なんですよね、載ってるのが。関西の今日の長官におじいちゃんでした。おじいちゃま、ね、楽しみにしてたんで、そう、見に来ました。じゃ、結構大きく載せていただいた。そう、めっちゃ大きかったです。ありがとうございます。浅井新聞さんの今日の近畿の方の今日の長官です。結構から取り合わせができるぞ。そう、なんかちょっと調べ、さっきも言ったんだけどさ、ちょっとなんかちょっと調べてみたら、なんか全国で関西のバックナンバーで、なんか番号で、なんか取り寄せれるみたいで、今日の近畿の長官、うん、
そうなんですよね。近畿の長官200円ぐらいで送料もそれぐらいだったかな。そうお、なんか取り寄せできるみたいな、ちょっとちらっとそんな感じだったから、もしかしたらできるかもしれない。関西バックナンバーを取り寄せれるっていう記念日新聞とかやってますもんね、うん、言ったよバックナンバーって。ね、改めてそうですよね、新聞にね載せてもらえてすごいですよね。そうすごいよね、本当にありがとうございます。朝一瞬さんありがとうございます。メルカリでしょ、出さないでくださいそう関東でも取り寄せができるやどうやみたいな感じ、できるらしい。そうできるんだって、関東でもできるそうです。のでよければ関東の方も紙面もぜひゲットしていただけたら額縁あ、そうなんだ、何年も前、へえ。なんで初今日の関西版、関西版なのでね、ちょっと調べてみてください。できるみたいです。そう私は小論文ね載ってますので、200字だったからなかなか難しかったんですけども頑張りました。デジタル版も今日のお昼かな多分に配信されますので、ぜひデジタル版の方も見ていただけたらと思います。そしてクイズのクイズに答えてサイン入れ色紙のプレゼントもありますので、ぜひゲットしていただけたら嬉しいです。お、あとでコンビニ行って久しぶりに新聞買うか、ぜひぜひ。めっちゃ褒めていただいてね、びっくりなんですけどあ、お取り寄せします。おー、ありがとうございます。そう、できるっぽいです。デジタル版だと過去全部 NMB のレッツスタディを見れます。そうそうそう、デジタル版はそうですね、過去のレッツスタディも見れますね、経済編とかも見れます。テーマは、あ、ツイッターにね動画上がってます。朝日新聞さんのツイッターにテーマも言ってる動画、今回のテーマは好きな季節ということでね、好きな季節について書いてます。そうツイッターに動画も上がってますので、よければ見てみてください。リツイートしたので。緊張した？何が？取材とかって全然、もう喋りすぎなぐらい喋っちゃったもん。めっちゃいい感じにまとめてくださってて、あれが1時間以上、1時間半ぐらい私がペチャクチャペチャクチャ喋りまくったのが、あれにギュギュッと要素が凝縮してくださっててね、めっちゃ1時間半ぐらいずーっと喋ってましたあんなことやあんなこと、結構全然小論文と関係ない話までしちゃって、全然緊張しなかったですね。全然緊張しなかった。しかもマネージャーさんもね隣にいらっしゃったんですけど、なぜだかマネージャーさんも一緒に語ってたんですよ。あ、そうなんや。え、いつもと違う方だけどね。はいはいはい、はい、あ、そうですよね、すごいね、そうですよね、今そうですよねみたいなマネージャーさんまで一緒にやっちゃってあ、そうそうそう、握手会、握手会が分かんないけど、リアルイベント多分握手会なのかな、社名会なのかな、分かんないけど、そうリアルイベントとオンライン話し会と、そうオンライン話し会と あの日程が出ましたので、また申し込みも順次、いつからかまだ出てないですが順次始まるかと思うので、ね、幕張メッセってすごいですね、千葉、ぜひお待ちしてます。ぜひぜひ、今回からは個別なので、あの握手会もナンバー式じゃないので、ぜひたくさんお話しましょう、待ってます。文化祭的なやつ、あれですか、お話し会のテーマ、いいね、もう今から考えてみますあ、遠征もありがとうございます。幕張メッセと ATC ホールとオンライン話し会がありますので、たくさんお待ちしてます。全員行きたい、全員来てください
全員来てください。ぜひお話お待ちしてます。もう今からテーマ考えちゃおうね。誕生日と近いかなと思ったけど全然違いました誕生日とずれちゃった。でもクリスマス被るのでね、クリスマス一緒に過ごしましょう。クリスマスぼっちじゃないですみんなクリぼっちじゃないから、そこは絶対サンタさんだよね。もう 確定サンタさんだよね初めて旧規制と話。そうなんですね。おお、じゃあぜひぜひ待ってますよ。クリスマスちゃんは初めての旧規制にお待ちしてます。リアルは早めに完売できるといいですね。完売目指して頑張ります。畑そこはさ、トナカイとかでいいんじゃない。なんでよみんなサンタじゃん。いや、みんなサンタだけど、あえてなんかあの袋とか。それ前日でしょ。なんで袋なのプレゼントプレゼントになるってこと。あえてトナカイかツリー。そうそう、ツリーとか。誰かいそうですけどね、ツリーになる人。なんか本当にフィンランド系のなんか、もうすっひげ長いサンタとか。ガチサンタ。あ、ツリーいたんだ。そうなんや。ね、思った。お話し会と被ってるけどさ、バイエンヌさんの24時間はいつやるんですかね。思った。できないよね。23とか25とかにするのかな。ツリーの星いそう、独特。ツリーの星、うん、お正月24時間になるかなね。イベント内容、握手会だといいですね。あ、年明けだった時もあったんだ。じゃあ年明けかもね、もしかしたら。どうなんだろう。あ、そっちかもね、思った。そこ空いてるなぁと思った。1週間空きますよね、2週間16、17、そこかも。前倒し。あ、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、行ってらっしゃいね。えぜひ早期完売目指して頑張ります。何がいいかな。やっぱ文化祭系一つ入れたいよね。文化祭風みたいなねねみたいな。体育祭やりたかったけど、ちょっと時期が微妙だけど、どうなんだろう。この前のお話し会だと早すぎて、今回だと遅いみたいな。そう、ロマンス堂も今日の21時に配信されますので、ぜひロマンス堂の方も見てくださると嬉しいです。膝木が本当だ、体育祭。困るね、膝木がした。本当だ。ほんまに膝木が嫌ね。あ、毎回見てるんや。へえ、そうなんや。すごい。ね、8月8日は市民デーですので、ね、朝日新聞さん、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。あ、本当だ。そういえばすっかり忘れてましたが、合唱団もやってました、ちっちゃい頃。すっかり忘れてた。合唱団8年、
8年、そうだね、8年ぐらい。ね、舞台の場数を踏ませていただいて。そうだね、年間40回ぐらい。ね、そうそうそう。え、そんなに経ってる？経ってるよ、大小合わせて。めちゃめちゃ多かった、大きいところとか。3000人とか5000人ぐらいいるホールとか。うん。そうそうそう、合唱団も入ってましたね。朝日新聞さんにも書いてたけど、前なピアノと合唱団と塾がなかった。うん、そう、年末の大工も出たことあるんですよ、一回。小学校2年生の時だったかな。フロイデなんちゃらぎってる風景と振ってる汗にて全然違うんだけど、え、合ってるよ。あ、フロイデ青年ゲっていう風景と振ってる汗にてなんだっけみたいなの出たことあります。何語だっけ、ドイツ語、ドイツ語の大工。また出たいですね。でももう出れないかも、ね、NMB としてダイブとか出れるといいですね。ね、確かに。たまに芸能人のこと出てますよね。ひなんたらなんたら、あやふやだった。寒い地域だから、はとかほとかいう発音らしいですよ。そうだよ、ドイツは。知ってるよ。知ってる、知ってるよ。ママからの中に3、4回聞いたことあるよ。そう、あ、全然ありそう。そうかな、 NNB でも大工のイメージあんまないけど、出れるといいね。出るといいね。ね、もう出れないから、一般人。一般人ですわね。ね、土日開けれないからね。あっという間に1時間経ってましたので、終わりたいと思います。新しい夜明け大作戦と、そして延長で朝日新聞さんの話、ありがとうございました。今日の朝刊、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。デジタル版も出たらまたリツイートするので、見てくださると嬉しいです。そして今日は紫苑さんの卒業公演ですよ。そうなんです。ということで、あの見送りしたいと、お見送りしたいと思います。紫苑市民です。よしみんと紫苑さんで、しよしみんなですよ。知ってました？そうなんだ。そうだよ、しよしみんなですよ。しおさん考案。あれ来たらよかったね。ね、ドーナツね。ドーナツね。そう、3ヶ月後なら予約取れますよって言われたけど、ちょっと3ヶ月後日本じゃないわって言われちゃった。あ、そうか。そうなの、韓国行っちゃうからさ、3ヶ月、どうなんだろう、3ヶ月後に予約取れますよって言ったら、3ヶ月後いないわって言われた。まだ配信してた、してますそろそろ終わるけどね、寂しいですよ。ではでは終わりたいと思います。来てくださってありがとうございました。今日もちいち頑張りましょう。いや、今日は次のね、ナンバー新しい明け大作戦担当まだ決まっておりませんので、また決まり次第誰かがツイートするかと思うので、そちらを見ていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。13位水族館さん、ありがとうございます。12位ヨシパパさん、ありがとうございます。
11位ミキさん、ありがとうございます。10位サクちゃんマンさん、ありがとうございます。9位タマキーさん、ありがとうございます。8位アオイボーイさん、ありがとうございます。7位平八さん、ありがとうございます。6位しょうちゃん、ありがとうございます。5位コバトウさん、ありがとうございます。4位ミョンさん、ありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ルン、ブヒヤマブヒヨさんでした。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ルン、シジマールさんでした。イエーイ、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はルル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 ル、わざわざ重い腰を上げてルン、浦部さんでした。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんも朝から来てくださってありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。最新聞さんぜひゲットしてください。ではでは終わりたいと思います。2位読み始めたら足音聞こえる。ではでは終わりたいと思います。今日も頑張りましょう。まばめ送ります。ということで次も来てくれるかな。それではまたねー。